はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、初めての転職シリーズに関連したね、最後の動画になると思うんですけども、直近ですね、一番最近前回出した動画は就業促進定着手当、なんだそれ、お金もらえんのみたいな動画を出しました。その後の最新状況をね、お伝えしていこうと思います。よろしくお願いします。まずはね、ちゃんとね、いただきました。ありがとうございました。金額がですね、172,700円ね、ちゃんとね、振り込まれました。ありがとうございます。で、僕はこの存在をね、知らなかったんで、再就職し直して入社してですね、2ヶ月、3ヶ月経ったあたりに、まあ、ハローワークから封書が送られてきて、そこで知ったんですよね。要するに、調子どうですか、頑張ってくださいね、半年在籍したら、で、前職よりも給料が減ったら、ちょっとね、補助しますよ、負担しますよってやつなんですよ。これ本当ね、悲しい現実ですけども、僕は前職よりも給料がね、ガーンと下がっちゃったんで、満額そのね、手当がね、もらえたんですよね。喜ばしくないですよね。でもまあ、そういう制度があったこと知らなかったし、まあ、ちゃんとね、こう転職した先で、ね、半年以上かな、ちゃんとこう雇用され続けてね、僕も働き続けることができてるし、今43歳ですけど、まだまだ知らないこといっぱいあって、そもそも転職自体も初めてやったんで、まあ、全部がですね、まあ、いい経験になったかなって思ってます。この一連のですね、僕のこう経験がですね、おそらく5個ぐらいの再生リストにまとめてこう動画作って残ってますんで、よかったらですね、気になる方、まずはね、会社辞めようかどうしようか、転職しようかどうしようか、いろいろ悩まれてる方もいると思うんですけども、ちょっとでもね、僕の経験が役に立てば、僕はね、嬉しいかなと思うんで、よかったらね、気になる動画あれば見てみてください。で、この関連の動画は、転職すると給料下がる説。転職すると給料下がる説のですね、1年経った時点での検証動画、次回はね、こちらでね、お会いしましょう。よかったらそちらの動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。